に今年度の目標を発表した後、報告してもらいます。というのは、自分の名前と今年頑張りたいことや目標を言ってください。では、鈴井さんから先導先導をお願いします。はい、白川先生です。白川先生です。今年の目標は、ジュニアの試合で打倒竹村君で、竹村君とか城西の人とか長屋工業の人たちを倒せるように練習を頑張ります。です。今年の抱負は、勉強と部活の両立です。はい。桑本光大です。僕は全国大会に出場して初めての予選通過をしたいと思います。自分は女性に入って一連でレギュラーを取れるように頑張ります。次は僕です。近藤沢です。今年の目標はまず県大会で優勝して県大会を通り東海大会に行くことです。水野優也です。今年の目標は、県大会に出場して空先輩に勝ちたいです。やばい。大西ひじかです。今年の目標はいろんな階級に対応できるようにして試合で何試合でも勝ちたいです。長坂ひろとです。今年の目標はいろんなボールに対応することです。石田奈々葉です。今年の目標は何事にも諦めないことです。瀬古優太です。今年の目標はひろとくんやようちゃんに普通に勝てるぐらい強くなりたいです。末森優愛です。今年の目標は上の空先輩とかさえちゃんに勝てるように頑張りたいです。瀬古ひまりです。試合で1位になって優勝したいです。これで興奮を終えます。次にキャプテン、次のキャプテンを決めていきたいと思います。近藤沢さん、現キャプテン近藤沢さん、お願いします。今年のキャプテンを発表します。今年の新キャプテンは吉田奈々葉さんです。イエーイ。キャプテンになって頑張りたい。
みんなを引っ張っていけるように頑張りたい。